ノッティンガムフォレストフットボールクラブは、イングランドノッティンガムを本拠地とする、サッカークラブである。1979年、1980年に UEFA チャンピオンズカップを2連覇したここを、現存するイングランドのプロクラブとしては、同じく、ノッティンガムを本拠地とする、ノッツカウンティに次いで2番目に古く、ブライアンクラフ監督時代には、UEFA チャンピオンズカップに連覇を果たした。 1978年シーズンにはリーグ初優勝を果たしている。1981年2月に行われた第1回、トヨタカップのヨーロッパ代表で、南米代表のナショナルモンテビデオと国立競技場で対戦し敗れている。1989年4月15日にヒルズボロスタジアムで起きたヒルズボロの悲劇と呼ばれる。 事故は、ノッティンガムフォレストとリバプールとの試合中に発生した。ライバルのノッツカウンティのホームスタジアム、メドーレインとシティグラウンドは、トレント川の対岸同士で200メートルしか離れて、いない。2017年5月18日、オリンピアコス FC のオーナーでもある、エヴァンゲロス・マリナキスがクラブを買収した。シティグラウンド・パンティ・リモン1打陸は27分け13。 ロビンソン18、オズボーン11、コルバック6、ゲディウラゴロリー23、カルバーリョ10、キャッシュ14、グラバン7十0選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。 監督として18年間クラブを率いたブライアンク、ラフ、ありがとうございます。